皆さんこんにちは、オーブエンジニアの吉本と申します。水谷と申します。本日はですね、フジアエピックさん主催のヘッドホン祭2022に参加させていただいているということでですね、オーブの商品を少し、ご説明させていただければなと思っております。それではですね、まずこちらの商品ですね、イヤホンとリケーブルになるんですけども、まずこのオーブといえばリケーブルというところなんですけども、まずリケーブルのこのセレスティアルフォースというもので4芯と、8芯がございまして、こちらは、銀線を純銀ケーブルを使っておりまして、なんと3万円台で販売させていただいておりまして、こちらは幅広く皆さんに、お届けしたいということで3万円で、やらせていただいているんですけども、非常に、綺麗なケーブルになっておりまして、イヤホンとの相性も非常にいいかなというところで、他にもケーブルを、いっぱい出しておりますので、ぜひともチェックしていただければなと思っております。それでこちらイヤホンなんですけども、こちら CFIEM という商品なんですけども、 1BA の商品になってまして、他にも 2BA のステーラという商品がございまして、こちらもシンプルに非常にクリアなサウンドで、非常に見た目もケーブルと非常に合っておりまして、ファッションアイテムとしてもなれるかなというところなんですけど、こちらは大阪の、工場 ですね、自社工場で、磨きに磨きをかけて非常に透明度が高いということで、非常に宝石のような所有感を持てるような商品になっておりますので、ぜひとも手に取って、見ていただければなと思っております。それとですね、このイヤホンということで、続きまして未来のお話ということで、フレキシブルカスタムイヤホンというものを、こちらですね、販売したいなと思っておるんですけれども、これはもう今後の展開のところなんですが、通常カスタムは耳の型を取ってやるんですけれども、やはり例えばアーティストが歌った時に顎が動きますので、外耳道が動いたりとかですね、体調によって外耳道が変化するというところをですね、3つの新しい素材を使っておりまして、その外耳道の付近のところですね、温度、体温によって変化する商品 で、あとは中にこういうふうに動いて、フレキシブルに動く素材を使っておりますので、それで、密閉感、あと素材としては硬い素材、この3つの、素材を使って密閉感を出しておりまして、それで長時間使っても全然耳が痛くならないよというような商品になってますので、ぜひともチェック、今後のオーブの動向をチェックしていただければなと思っております。それではオーブの製品をどうぞよろしくお願いします。ぜひこれからオーブの製品チェックしてみてください。お願いします。お願いします。